お疲れ様です。ラットです。今日はですね、こちら 1.6 ホグやっていきたいと思います。さあ、というわけでホグデッキ上一番ね、高回転だと思いますね。1コス5枚で、他2コス2枚というわけで、まあとりあえず高回転でホグでね、もう攻めまくって、はい、やっていきたいと思います。まあ何に勝てるんぞってことですけども、まあなんかもう気合でやっていきましょうか。なんか重量級はもう多分守れないと思うので、なんかほんともうできるだけね、高回転引きたい願望です。で、まあ、あとはもうホグいっぱい飛ばしまくって、あ、このポイズンとか美味しいんじゃない、トルネコなければ。さあ、とホグの後ろに1コスなんかもうつけ毒じゃない、もうとりあえずつけれそうならつけて、あとこの U の美味しいですね。近畿度します。適当に内側に寄せてあげて、斜め対角、あ、これやばい、あの1個低かった、あ、こっち、あー、ええやん、ええやん。さあ、キングケードしてあげて、まあ、今日2枚でできますね。2回目の1コスの位置が、ちょっと1個高かったですね。ここですね。さあ、というわけで、やりゴブとファイスピとかは、火力が高いので、マジで飛ばし毒ですね。はい、もうなんちゃら毒しか最近言ってないんですけども、ほんと飛ばし毒だと思います。で、これメガネってくんのかな、わかんないけど、来そうです。来ないで。さあ、来ます。ですが、ヒースピがあれば話が違いますよと。で、このメガネタも1コス2枚とかで守れるので、まあ、着にね、全勢力ちょっと、頑張ってあげて。やばい。待って、何やっとんの？ちょ、ガン無視、ガン無視すぎる。ちょ、待って、俺のね、メガネタを飛ばせるプランがちょっと失敗。で、このコウモリ単品で活かすのもちょっと嫌で、さあ、おってきた。おいこら、まだ試合終わってねえし、全然始まった場合やし、よう勝ったと思うたな、本当に。さあ、泣いてきます。ザコのって言ったらあれですけど、弱いやつのフリーですね。もう苦しいよっていう、やるなーです。はい。負けた感だけちょっと出してきますわ。で、とどめのね、ちょっと急に、うまい感出していきたいけどな。さて、これは、せめて、ヒースピも添えてあげたくて。まあ、これラム、こんぐらいいんじゃない？もう一回なんだろホグ飛ばしたいね、これ。オシャンティホグでいきますか。一旦ホグ飛ばしの、こっち来てもらいの、こっち来てもらいの、こっち来てもらいの。さあ、メガネと、右行くな。あ、今日、いや、気づいたらめっちゃ入ってんじゃん、ダメージ。400です。いや、でもこれ守れないな。ちょっと待って。いや、止めて。さあさあ、いや、スピ系がすごい優秀。で、1コスはとりあえず流して、いっぱい流しとけばなんとかなるよ。オッケー。さあ、これは相手ちょっと焦ってるんじゃないか。さあ、ハート送っときます。420ですね。420はもうスペル圏内みたいな。ホグ圏内です。はい。ホグ一発と、まあ、あとは気合で。いや、これちょっとめんどくさいですね。ホグ飛ばし毒か？ホグいっぱい飛ばして、とりあえず。ホグいっぱい飛ばして、あと1コスをいっぱい出して、1コス出して、さあスピで止まる。だって、なんか気づけば、ホグ数発で折れそうな。やりゴブ散らかってんな、なんか。汚いな、やりゴブリンが。さあ。いや、これはもう、ホグが入って折るんじゃないか。オーケー。さあ、まさか。これね、はね、相手もびっくり。いや、僕もびっくりです。さあ、グッドゲームです。ナイス。さあ、まあ、どんどん行きましょうか。どんどん。まあ、なんか、マジで大型来たら、もうぶっちゃけキングかな。ラバだったらある程度守れそうなんだけど、やりゴブゴーもいて。ゴレはもう無理だよね。ゴレに関してはマジで無理だと思うので。で、ホグは光栄つけ毒。あー、これは流行りのやつ。お？ヤナメはね、知らない。あー、まあスケラかな。スケラのヤナメフリーズかヤナメ。あー、マジスケキンもちょっと辛いんだよね、このデッキからすると。さあ、ダメージ受けた後に、いやー、頑張ってくれ。まあこれはヤナメ相手使ったから、さあ回復してホグヒースピ。いや、もうちょっと頑張ってほしいな。ヤリゴブ頑張れる。いや、痛い。ヤリがマジでさ、このヤリのダメージでも稼ぎたいんだよね。いや、でかい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 、これマジでかい。これ逆サイ4コスホグのヒースピー添えありだな。なんか出てくる。さあ、で、回復して。いや、結構あるぞ。で、今回って5でしたね。ね、ヤナメ5の、まあ、スケラーかな。ロイだったらヤナメ5っていうスペル構成になんないんですよね。そう。
で、ここは、いやー、1コスもう1個で回りそうなんだよな。回してあげて、ホギ、いきます。で、もう矢鍋使って、こっちをコウモリだけで処理。が理想。ホグ無視で形組んできたらちょっと嫌。いやー、いいね。で、このコウモリを単品でいかすの嫌だから、ヒースピを添えて嫌がらせ。そうそう、そうすると、このコウモリが、チクチク入っていくと。いや、いいね。このケチ、ケチさがいいね。そこそこにケチなのがいい味出してるっすね。うん。よいしょ。さあ、で、やりごぶと、まあなんか、いい感じにね。慣れでしょ。慣れ。で、逆サイ、ちょっと攻めながらね。500降りたいね。折れちゃうね、あれ。いや、折れそうだけど、どうなんだろう。で、LSP が、ここ最近のちょっと壊れなので、LSP である程度は守れるよと。で、やりごぶで、さあ、ケチケチ攻めていきましょうか。で、後ろに、やらめ使った後は、フィーバーで、できるだけやっぱコウモリとかで守っていくと。いや、ホグ回復するの強いね。で、あの180は確実に降りたいので、これもう施設ないんで、さすがに 100% ぐらいで入ります。さあ、これにも相手もね、たまらず、ホレイが漏れちまってます。オーケー。さあ、で、これまたね、コウモリ、高回転コウモリ強いな。なんならタワー1個も折らせずに、さあ、勝っていく。いや、いいね。なんか、ホグ早すぎて、意外と施設系には強いのかもしんないね。知らんけどね。さあ、もう攻めを忘れたらね、負けると思っていきましょうか。マジ、攻めから攻めからで、キング起動して、いやー、これも全部キング起動ですね。キング起動でリズムを作っていこう。さあ、内側寄せて、逆サイドの1個上で、キング起動ですね。さあ、美味しいと。で、とりあえず1コス出して、あー、なんだ、エリーババだ。エリーババ言うのですって。やだよ。もうなんか、嫌なデッキしかないやん。もうエリーババいたら。さあ、とりあえずスケで内側に寄ってほしいのにも寄ってくれないから。もう嫌だよ、エリーババ。まあ、ホグで、さあ、エリーババいないからね。イチゴス添えて、これメガナイト、エリーババプリンス的な。で、ヤサメくん来た。嫌な雨がありますと。さあ、まあここは1コスがやっぱいっぱいあるんでね。2コスと。エリーババ言うのはプリンスぐらいの受けならなんとかなりそうですね。まあね、メガナイトプリンスとかで組まれるとまた話が変わるんですけども。まああと間の体育枠はコウモリと、まあ、ウィザーとかエレキぐらいありそうですけどね。まあ言うのか。まあ一旦ヒールで、ヒースペー回復してもらって。あのヤリゴブリン。ん？このエレキですら嫌だね。やばい、痛い。さ、キング起動が効いてくる。で、ここにホグ行くとエリババなんで良くないですね。あ、プリンスならいいや。ワーチャーやらめ使え。さ、使ってはくれない。ホグな、なんかさ、もっとダメージ欲しいよね。よいしょ。これさすがにキング起動で、あ、はいはいはい、ええやんええやん。まあ、もう毎回キングに寄せて耐えたいね。基本的に相手のユニットは。そう、ゴーストメガナイト、ユーノとか。全部なんかね、火力で溶かそうと思ったら、結構やっぱ大変なので、コウモリってやりごぶしかないんでね。そう、溶かそうにやっぱ溶かしきれないので、溶かすよりかもうね、キングに持っていっちゃおうっていう。でさ、あとはもう相手のね、まあ、ザップとかいろいろあると思うので、それだけちょっと、あー、もうめっちゃいいエレキ、それ。いや、もうめっちゃいいやん、相手。ちょっと待ってよ。やばいんだって、俺。やばい、やばい。もう意味わかんない。マジで意味わかんない。え、マジでごめん、本当に意味わかんない、今。何が起きてた？ガチで意味わかんないけど、ホグも通ってない。ちょっと待って。今やばかったよね。ぐっちゃんぐっちゃんだったもん。で、もうちょっと美しく戦いたいよね。そう。それは多分みんな思ってると思うんだけど。俺が一番思ってんだけど。で、今度逆行くんすよね。いやー、いい逆。で、メガナイトか。ESP、回復して。一発？あー、もう一発欲しかったなー。贅沢言うと。で、ここでやっぱ一発飛ばすのが大事っすよね、多分。
でもなんかヤリゴブリンが散らかってんだけど汚いな、ヤリゴブリンちょっとね。いやこのままだと勝てるんだよね。いやでかい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 、マジででかい。でも嫌がらせ嫌がらせ嫌がらせで、あとケツからのこのコウモリとかが地味に強い。ケツコウモリが結構強い。これもう一生これで勝てるかもしれん。ちまちま作戦。あ、ヤナメぶっ刺されるっすね、これ。そろそろ。あ、そうっすよね。ヤナメ使ったら使ったで、このコウモリがやっぱ無双するんだね。いや、しかもこのヒースピカミ。飛べ！いや、でかい！マジでかい。で、なんなら、こっち。いやー、いいんちゃう？この揺さぶり加減。いやー、これさすがに、バカ入る、バカ入る、ガチで入る。でさ、コウモリ？端前やりごめん、これも嫌よ。で、ホグで防衛しながら、スケとかでね。さあ、防衛ホグを決めていく。コウモリ？いや、めっちゃ相性いいやんけ。神相性です。はい。来ました。いや、こういう相手してるとめっちゃいいね。キング起動もしやすいし、まあ、陸行もね、なんでもあるんで。いや、そんな感じで戦いやすかったですね。そう、ナイス。いや、今のはちょっとな、よかった。自分でも思う。なんか、序盤もマジで意味わかんなかったけどね。メガナイト言うのとかもぴょん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 しまくって本当にすごかったんですけど、あー羽生の欲しい欲しいっすね。あれは思って理想きたかも。あーめっちゃいいヒースピーダー。でもさあ金ギドしてあげて。いやマジでこれがねガチででかい。いや言ってえな、これ1コス出してよかったかな。いやバカ入っとるやないかいさあこれ相手工場とあとね、あれがですね。いや、俺の思ったのと違う。スケ早く。スケ早く。危ねえ。危ねえ。耐えたよ。いやー、これマジアチャが、マジアチャが辛いですね。で、マジアチャのタゲを取る方法が存在しないので、ホグでマジアチャのタゲ取って、コウモリで横からチクチクが理想かな。ホグコウモリをマジアチャの防衛に使いましょうか。で、ホグをナイトとかアイゴレとか、まあそういう盾役みたいな感じで使っていくのが理想かな。まああのゴーストがもう泣く。で、これマジアチャくれそう。いやーもう来んねん、来んねん。わかんねん、わかんねん。わかんねん、でも止まんないねん。で、これマジアチ先行してほしい。いや、熱い。いや、マジで、ホグで受けるの大事よ。今、ホグで受けたっけいや、受けたね。いや、そう、絶対来るんですよ。低めコウモリが相手からしたら、辛いんですよね。まあ、辛い言うても言うほどだと思うんですけど、僕の方が辛いよっていう。で、僕はもう、さっきからもうまともに戦ってやっぱ苦しいので、もうぶっ発。まあ、もうきついよね。まあ、でもこれで、相手にね、綺麗な形作らせないのは結構大事で。うん。そんぐらいならいいよね。もう何がどうなってるかわからない。一発。いや、でけえ。この一発ガチでかいっすよ。で、これは、マジでマジアチャが、やめて。チェイコウモリだけど、これはホグ飛ばしていいですね。いやー、かぶるんだ。これはまた、ありがたいことによ。さあ、ホグ入って。だが、しかし、俺も、そんななんか、のんきなことは言ってられない。マジ、あのさ、マジアチャだけ、散ってくんねえかな。まだ、低め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 で耐えろ、低めで、低めで耐えたら、オッケー。勝ちです。いやーこれマジアチャホグで受けるのめっちゃ大事っすね。じゃないと多分ボコスカに行かれるっすね。いや、でかい。これ簡単、マジでかい。さあ、レインボー。いや、なんか強そうだね。よろしく。さあ、俺のね、超高回転ホグに戦えるかい君は。さあ、ヒースピ大事。ISP。おー、なるほどね。まあ、これはホグが通るね。通るねがなければ。まあトルネクルカモ用の、あはは、まあコウモリ添えたから。これは相手トルネードが、さあ、近畿道にはできない。遅延スキャラやないかい。いや、遅延スキャラは、まあ言うてスキャラはね、LSP やりごがあれば、ある程度は守れるもんなんですけど、まあある程度にしか過ぎない。っていうか、いやきついよね。
単純に、でもここのホグ相手きついんですよね。あれはマジでどう受けようかな。ホグコウモリかやっぱ。あれなんかめっちゃ結構いい感じになってね。いやーここでもう一回ホグ行きたいな。これさ、樽があるか。ああ。さあベビドラもこれまたさっきのマジアチャ理論ですね。コウモリとか小物出してもボコボコに行かれるのでベビドラにね、ターゲットを取らないといけないですね。これまあ施設のサイクルだから生き得か。ヒースピまで欲しい。いや、ファイスパイルでかっ。いや、ホグ回復せんのかい。なんで、まあ、これも、コウモリ出すなら、アイスピーからのとか、まあ、とりあえずなんか、竹取りたいですね、一瞬。一瞬でいいんで。竹取ってる間にコウモリで、ベビドラ処理で、スケラはヤリゴブエリスピーかな。で、今回はトルネのサイクルなので、トルネで緊急度されるならホグは出さないか、出すなら、まあ、なんか添えてあげなきゃねっていう話ですよね。これスケラーと被せたいな。打ってくると思うんですよ、普通。で、被せることによって、まあ、ナイトが下がって、スケラーのね、対応がしやすくなります。まあでも、こっからなんですよね。僕の、この削りがしんどいっていうのは。あ、でもこれさ、どうなんやろ。もう俺の高めホグ読まれてくるわ、これ。やばい、行かれる。痛い。マジ入りすぎやろ。どう考えても入りすぎやろ。いや、これやばいな。逆サイちょっと、一瞬だけ行きます。ガチ一瞬。いや、マジでやばい。おかしいぐらい入ってる。いや、このイチゴス添えさ、地味にきつくない?いや、トレン使う。いや、これもう一回ホグ行ってさ、お願い、高めアイスイズやめて。高め、低め?アイスイズ、いや、マジで。マジで、ワンチャンない?ワンチャンないですか、先輩。やめてください。いやー、まだ耐えれる。もう一回耐えれます。よし。で、これを繰り返しながらの、いや、マジで、一発ねじ伏せればいいんだよ、一発。止めて、ホグ飛ばして。さあ、LSP、イチコス、耐えろ。イチコス耐えて。イチコス耐えろ。イチコス耐えて、お願い。はい、無理でーす。いや、これ、なんか、もう、勝てそうではあったけど、無理ですね。さすがにこれは、まあ、スキャラ、苦しいし、多分、すべてが苦しかったですね。まあ、ワンチャン使うなら、もう逆サイももっと攻めて、両サイぶっぱだった可能性はちょっとありましたね。いや、悔しいね。まあ、というわけで、1.6 ホグかな。はい、もうおもろいので、皆さんもぜひちょっとやってみてください。では、お疲れ様でした。またね。